はい、そしたらまあちょっとね、同好会ができるということで同級生同士の対、はい、あのちょっと一回ワンマッチしようか。そうそう、でその練習会の時にアンフェアな握りばっかりやってると、練習会で勝とうとして自分のいいとこばっかり取って、反則の握りでやってると、そこでその場では勝てるけど実際の試合になった時に勝てないっていう、まあ、よくあるパターンかな。だから練習の時はもうなるべくちゃんとフェアな握りでやると、ね、であとこういう練習試合の時もしっかりと気持ちを入れて本番さながらでいくということで、じゃあ行きましょう。いいよ、お願いします。まあちょっとあれだな、やっぱりヘッドね。そうですね。やっぱまあここは今自己前からどうしてもこうヘッドが入れなかったらなかなか力出せない。そこだよな。だからまあでもこうなった時に割り切ってその状態でどんだけ持っていけるかっていう、戦えるかっていうのを勉強だね今から。うん、どうも。ありがとうございました。いや本当に怖かったです。今までで一番岩地君の圧を感じたんで、まあまあ同級生ライバルだから、はい、まあ、これから、ね、プライドもあって、うんうん、配球は違う、同じです、同じなんだよ、はい、じゃあちょっと切磋琢磨して、はい、頑張ります。未来のチャンピオンに僕は夢です。夢は当たった。あ、夢は当たった。ああ、これは。シュート来る人そんなに。もう何人したの？入ってんのかな？大事なのはそこのペットだけ、まあ、そこさえもしっかりパチッと入れば、少々遅れても何ともないな。フォークはフォークです。リゴー、またね、いろんなとこ回り、待ってあげる。
おお